画面左側に止まっていた黒い車。ゆっくりと動き出しましたが、よく見てみると、中には人が乗っていません。車はそのまま交通量の多い道へ。あわや事故かと思われたその時、気づいた男性が走り寄り、ドアを開けて中へ。車を止めたその直後、車の前をバイクが通り過ぎました。その車に気づいて駆け寄った男性は。ここら辺でちょうどハザードをつけて止まったんですけども、その時に、今、青い車いるところなんですけど、そこら辺で無人で車が動いたんですよね。現場は札幌市にある国道に面したスーパーの駐車場でした。車が無人で動き出したのは、今月23日の午後3時半ごろ、ギアがパーキングに入っていなかったといいます。後ろからバイクも来てて、で対向車も車が来てたんですよ。でこれで止めなかったら大事故になるなと思って、たまたま鍵が開いてて、でもとっさにもうドアを開けて、ですぐにパーキング入れました。車の持ち主は高齢の男性。車に気づいて店から出てきたといいますが、何も言わず駐車場に車を止め直し、買い物に戻っていったということです。